はい、皆さんこんにちは。まあ、今回なんですけど、まあヒカキンが、広告を、自分の動画にその貼りすぎてる。はい、その件についてそのお話ししたいなと思います。まあ皆さんご存知、まあかの有名な、僕の友達、ヒカキンなんですけど、まあこれはね、僕の友達だから、まあこんなにディスれるっていうことで、まあ炎上もしないと思うんですけど、まあ僕の友達ヒカキンが、さすがに動画の広告が多すぎるんじゃないかなと思って、はい。まあそれについて今日は、まあラジオ感覚で話していこうかなと思ってるんですけど、まあヒカキン、まあ僕、君のこと、ちょっといろいろ調べたんですけど、まあ月の月間再生回数、まあYouTube ランキング見られるんですけど、まあ約君のメインチャンネルが9600万回再生。うん、約1億万回再生。はい。で、それに対してゲーム実況チャンネルが約、8900万回再生。で、マイク9000万回再生で、合計1億8600万回再生の、再生回数があると。はい、まあ、割愛しまい1億9000万回と。はい、まあ、月間君は、まあ、それぐらい、まあ、稼いでると。で、まあ、君の動画が、ほぼほぼ10分を超えていると。で、10分の動画が多ければ、まあ、10分を、動画超えてると、その広告が、動画の中に、複数個入れるんですよね。まあ、例えば9分59秒とか、まあ、10分以下だったら広告1個なんですよ。まあ、なので、だいたい100万回再生いったらだいたい10万円。うん。その10分以下だと。まあ、けど、その10分以上だと、まあ、広告が何個も、まあ、自身の、まあ、技量というか、その裁量によって、何個も入れると。はい。で、まあ、大体、まあ、みんな、うん、他の有名な YouTuber、東海オンエアなり、フィッシャーズなり、また、カズチャンネルとか、まあ、その辺の、YouTuber、まあ、大体10分、まあ、超えてる動画で広告見たんですけど、大体5、6個ぐらい。うん、平均して、大体5、6個、多くても7個とか。はい。まあ、それぐらいなんですけど、まあ、だからガードマンとかね、必死に10分にしようと思う、動画ね、長くしてるんですよね。広告を中に入れたいから。やっぱり広告を中に入れる分だけ稼げるから。うん。まあ、けど、ヒカキンがメインチャンネルでね、ちょっと最近の直近の10個の、動画の、やつを調べたんですけど、最低7個は入れてるんですよね。で、多い動画だと13個。うん。で、まあ、大体11個の動画が多くて、その広告。なんで11個なんかな？まあ、それは多分、あれですね。自分でも気づかないうちに広告入れてたらいつの間にか11個みたいな、感じになってると思うんですけど、ヒカキンはメインチャンネル11個入れてます。で、まあ、11個入れてると、まあ、単純に0.1 円かける10なんで、その再生回数分、まあ、見られたらね。その見られたら再生回数分だけ稼げるみたいな。なので100万回再生いったら100万円稼げるみたいな。はい、10個、広告入れたら。やばいっすよ。うん。しかも10分の動画に10個って1分間隔で広告入れてるんで。やばいっすね。うん。最低7個は入れてたから。うん。まあけど、まあ10個全部見られるというか、まあそんな、まあことはなくて。まあ大体、まあ多分、まあ俺、の予想だけど、まあ、多分5、6個ぐらいは、ま、ほぼ見られてるのかなって。だから、まあ、例えば再生回数が、ま、200万回だったら、その20万、まあ、0.1 円で20万なので、それの大体かける6ぐらいかなって、うん、200万回再生の動画だったら、ま、大体120万円ぐらい、一歩の動画で稼いでるかなって僕は、見てるんですよね。はい。大体5、6個ぐらいだと思います。で、ヒカキンの動画って大体10分超えてるんで、で、だから、まあ、約1億回再生。で、それの5、6倍だと考えたら、だいたいメインチャンネルで6000万円ぐらいは稼いでるんじゃないかなと。はい、僕は思います。で、ゲーム実況チャンネルに関しては、最低10個以上入れてるんですよ。まあ、ゲーム実況チャンネルってやっぱ長いんで、それなりに広告を入れても、まあ、まあ、バレにくいっていうか、まあそんなに目立たないっていうか、はい、まあ、ヒカキンのゲーム実況チャンネル大体2、30分ぐらいあるんで。で、まあ、これもまあ、10個以上入れてるけど、まあ、大体10個全部反映されるわけじゃなくて、けど、まあ、ゲーム実況チャンネルってなかなか最後まで見られがちで、まあ、やっぱり僕の友達の、まあ、25万人の YouTuber の、人に聞いたんですけど、やっぱりゲーム実況は稼げると。
はい、まあ、単価が高いと、見られやすいと、広告も全部、うん、やっぱりメインチャンネルと比べて、まあ、なんでそう考えたら、まあ結構その多分7、8倍ぐらいはあるんじゃないかなと思って、はい、7、8個ぐらいは広告見られてるんじゃないかなと思って、まあ僕の予想だけど、まあそうなった場合、まあ9000万回再生なんで、まあ実質7000万円ぐらい、はい、ゲーム実況で稼いでると。うん。はい、まあということで、そのヒカキンの月収をそれで、まあ大体、まあ合算したら、まあ7000万足す、まあ6000万で、1億3000万円。はい。まあこれがその広告一つだったら、まあ10分以下で広告が一つだったら、まあ単純計算してその9000万回割る、10万、割る10で、まあメインチャンネルがその900万、あ、じゃあゲーム実況チャンネルが900万で、まあメインチャンネルが約1000万、だいたい2000万なんですけど、まあ10分以下だったら、うん、まあけどやっぱり10分以上にすることによって収益が5、6倍ぐらいバーンってやっぱ跳ね上がるんですよね。うん、でもヒカキンがそれの神で、うん、あいつがもう言ったら金の亡者で、はい、もう広告入れまくってるんですよね。はい、まあちょっとね、ヒカキンの収益のことを、まあ大体ね、ちょっと、言ったんですけど、やばいっすよ、これは。はい、1億3000万。で、まあそれプラス、そのヒカキンチャンネル、そのボイパのチャンネルとかもあって、でもそれプラス、あいつゲーム実況チャンネルで企業案件一つは絶対やってるんですよ、月1で。でも企業チャンネルの、じゃあ企業案件は大体相場が、まあ大体登録者分って言われてるんで、まあ月1で大体400万円以上は稼げると。やばい。そう考えたら、で、それプラス、その、テレビ出演とか、最近、ちょっとしてきたんで、1億5000万ぐらいは多分、月間収益あるんじゃないかなって。で、それプラス、あいつ、ウームの株保有してるんですよね。40万株以上は。はい、多分43万株ぐらいはそのウームの株を保有していて、でまあウームの今の価格がだいたい3000円、まあ3000円超えか、まあそれぐらいで、それ持ってるとその多分株だけで15億ぐらい今持ってるんですよね。はい、やばいっすね。でそれ全部売り払ったら単純に資産が15億今あって、はい、昔は30億ぐらいまで資産あったらしいんですけど、まあ株の、まあけど今15億まで下がってるんですけど、それでもまだ15億あって、でそれで月間の収益が1億5000万、はい、 YouTube だけで、うん、でまあそれでどうされそのことだから貯金とかあると思うし、やばいっすよあれは。でまあまあちょっとね、ヒカキンのその金事情についてちょっと話は長くなったんですけど、それに対して思うことはキモすぎる。うん、これリアルな話、はい、キモすぎる。うん、これ別に嫉妬とかじゃないですよ、嫉妬とかじゃなくてその広告多すぎるわ。うん、ちょっとね、広告多いわ君。まあ、これはもうなんて言うの、友達やから言えること、誰も君に指摘してないやん、そのみんながお前のことをその神様やと思って、うん、みんながお前のこと神様やと思って、その、誰も指摘してないから、その言わせてもらうけど、多いわ。おるんちゃう普通に。ああ、もうヒカキン、これ広告多いわ、みたいな。そら、多いもんだって、君、他の人より。お前、多いぞ。自覚しろよ。どんだけな、もう、お前もう資産持っとうやん、もういっぱい。もうお前、嫉妬で、総資産額。もう多分30億以上はあると思うわ。うん。もう30億以上持っとんやったら、もうそこまで広告入れんくてええやん。お前、総資産額トップクラスに持っとうのに、まだ儲けようとする。うん。一番多いんちゃうんか、普通に登録してトップのランキングでは。はい、やばいぞ、普通に。まあ、なんで、ちょっとヒカキン。まあ、君、まあ、まあ僕のこと、まあ多分チャンネル登録してるんで、はい、もう。まあ僕のこの動画、見てると思うんですけど、これ見てたらちょっとスタイルを変えてみたらどうでしょうか。まあもうそれほどの、まあ登録者を誇っとやったら、もうそこまで広告入れんくても、まあある程度は稼げると。だからやっぱり広告をやっぱり入れてしまったら、やっぱり動画のクオリティっていうのは下がってしまうんですよね。うん、やっぱりな、もうずっと1分単位で広告がやっぱり来たら、やっぱりうざいじゃないですか、視聴者側としたら。
なんで、やっぱりヒカキンって多分今そういう状況だと思うんですよね。うん、しかもヒカキンの場合だとすぐ広告つくんで。まあなんで、その、まあヒカキンこの動画見たんやったら、ちょっとスタイル転換をおすすめする。うん。ちょっと広告の量を減らしてみたら。うん、それだけで視聴者はだいぶ見やすくなると思うね。うん、で、やっぱりあの、視聴時間がね、やっぱり伸びたら、その、それだけおすすめに乗る、まあ、あの、確率とかも高なるんで、まあ、やっぱりヒカキンが広告多いせいで最後まで見られないっていう、ことも絶対にあるんで、まあ、だからヒカキン、まあ、まあ、10分以上にして、まあ、その広告を中に入れるっていうのは全然悪くないんやけど、ただ多すぎるわ。うん、10個は多いわ。まあ、4個ぐらいに減らしてみたら、まあ、やっぱりその10分でその4個とかやったらね。まあ全然、2分おきとか、それぐらいで、まあ、それだったら多分視聴者も、まあ、最後まで見てくれるっていうこともあると思うんで、やっぱり最後まで見てくれたらおすすめとかに出てくるんで、紹介数伸びやすくなるし。うん、ただ広告が多いせいでね、ちょっとヒカキンは、ちょっと損をしちゃうとこっていうのは、うん、ちょっとあるとは思うから、まあ、稼げるけどね。うん。まあ、稼げるけど、うん。はい、まあ、なんで、まあ、僕からのアドバイスというか、まあ、僕にしかできない。友達であるこの僕にしかできない。マスオとは比べ物にならんほどの信頼力があるこの僕にしかできない。まあ、お前何者やと思うかもしれないですけど、まあ、それは僕の過去の動画見てもらったらわかります。はい、達也ヒカキンと思ってもらったらわかります。あ、そう、あと一つ。まあ、お前、金貸しとうからな。はい。これリアルに、お前金貸しとうから。これなんでかっていうと、僕昔、ヒカキンに2400円貸したんですよ。まあ、動画でも出したんですけど。コラボしたら別に返さんでいいみたいな感じだったんですよね。まあ、けど、コラボしてくれんかったよな。お前、友達のくせに俺のこと DM 返しないやろ。まあ、だから、もう、破棄や。返してくれ。はい。お前もう1億5000万稼いどうから、別に2400万ぐらい貸す、全然返、じゃあ2400円ぐらい返せるやろ。なので、全然返してください。はい。そのためにとりあえず DM 開放しとくんで、まあ、ヒカキン、まあ、この動画見とうと思うけど、お前 DM しとこい。うん。まあ、とりあえず、以上です。